こんにちは、バンダルグルビジです。今回はハーツ・オブ・アイアンフォー現代モードをプレイしていきたいと思います。シナリオ2つ用意されていて、2000年と2017年があるんですが、今回は2017年を選択していきます。ちょうど今が2022年なので、およそ5年前に遡ってプレイをスタートするというシナリオになります。早速選択していきます。2017年なので、各国のトップの顔ぶれも少しね、古いんですが、例えば日本だと安倍さん、アメリカだとオバマさんなんかが並んでいます。で、今回プレイするのはロシア、プーチン大統領でプレイをしていきたいと思っています。プーチン大統領は首相と大統領をコロコロと変えながら、もう長きにわたってロシアのトップに君臨してますけども、そんなロシアは今ウクライナを火種として、NATO、つまりアメリカ、ヨーロッパ諸国と対立状態になってますよね。そんなロシアで今回プレイをしていきます。難易度はレギュラーでプレイをしていきます。このウクライナを挟んで欧米とロシアが対立している構造が今クローズアップされてますけど、これウクライナっていうのが地理的にね、ロシアからしてもとても重要な位置づけになっているので、後に引けない状態になっているのかなと思います。じゃあそんなロシアとウクライナのまず地理的な位置関係確認しておきましょう。まずモスクワがですね、ここにあります。ここです。今ぐーっと寄っていってますね。じゃあウクライナがどこにあるかというと、ウクライナはすぐそばここにあるんですね。なので、ロシアとしてもね、絶対にこのウクライナの NATO 入りを妨害したい、そういう思いがあるのも頷けます。この現代モードなんですが、一番最新のハーツ・オブ・アイアン4のバージョンにまだ対応していないというのがあって、バージョンを少し下げてプレイをしています。そのあたりはご了承いただければと思います。気になる開発の内容なんですが、ずらっと、陸海空それぞれ並んでます。現代兵器には正直あまり精通していない部分があるので、コメントとか、感想とか、いろいろいただければ嬉しいなと思うんですが、戦闘機で言えば、スーホイとかね、このあたりを開発していくっていうのが最初になるかなと思ってます。で、その他で言うと外交ですね。外交の方針はですね、まず、なんといっても、ベラルーシ。ここはね、ロシア側の数少ない味方の一つであるので、ベラルーシに対してはしっかりと外交。さらに、中国。ここにも外交を行って味方を増やしておきたいと思っています。では一通り、初手の工場の立地や兵器の生産の設定を行っていきます。はい、では初手の設定を行いましたので簡単にご紹介しておきます。軍の方なんですが、ウクライナの国境沿いに22師団用意しました。まだ師団の編成を変更できるほどに経験値が溜まっていないので、既存の師団を配置している状態です。ただこれはこの後ですね、陸軍の経験値を貯めて師団の編成を最適化していきたいと思ってます。まだまだ改良の余地ありというところですね。軍は主にですね、対ヨーロッパ戦線と、あとはアジア戦線ですね、さらに極東アジアと、主に3つの戦域を想定して師団の編成を行っています。続いて空軍と海軍の説明もしておきたいんですが、取り急ぎ
空軍ですね。空軍はですね、マルチロール機や制空戦闘機をウクライナとの国境の近くに配置してあります。これでウクライナの制空権をしっかり取ろうというところですね。続いて、一番楽しみな研究開発項目ですが、発展型コンピューティング、これがですね、研究開発速度のアップデートが入りますので入れてあります。あとまだまだ開発の余地がありそうなので、建設速度が上がるものも入れてます。あとは、制空戦闘機、あとはマルチロール機、これをアップデートするために約2年かけて新しいものを入れていきます。それと、陸戦を想定して陸軍の装備も最新化する研究を入れてあります。まだですね、2015年の装備が陸軍の方は開発終わってませんので、ここまではまずアップデートをかけたいですね。AK の12、これの研究開発を急ぎます。生産はそれに合わせて行っているんですが、まあ、一つ目玉としているのが空母。これをね、新しく建造しようと思ってます。ただこれによってですね、残念ながらものすごく鉄が不足しているので、鉄の調達が近々の課題というところです。ではゆっくり時間を進めていきましょう。はい、早速なんですが、目玉と歌っていた新造空母、これの建造を取りやめました。鉄が足りなすぎてですね、鉄を輸入すると国内の他の生産が滞るという事実が分かったので、残念ながら一旦ですね、空母の建造を諦めます。まあ、ただその分他の軍事産業に回す鉄を確保することができたので、空母は、まあ、この後の悲願として、取っておきたいと思います。で、政治力少し溜まってきましたので、ベラルーシと中国に対しては、もともと予定していた通り、外交を始めています。これによって、まあ、いざ戦争になった時に中国とベラルーシは味方をしてもらえるようにという取り計らいです。あとはですね、国会には、海軍を展開しました。ご覧のような状態ですね。投入しているのがこちらの艦隊になります。ブラックシーフリート、まあ、黒海の艦隊という意味になっていますけども、この艦隊で黒海の制海権を完全に取ろうという作戦を展開中です。で、クリミア半島にもマルチロール機を配備しました。200機ですね。このマルチロール機でさらにウクライナの上空も制空権を取っています。まあ、ウクライナばっかり言ってますけども、お察しの通りですね、この後ウクライナに侵攻する予定です。さて、肝心の国家方針なんですけども、今お話した通り、この後ウクライナとの戦争を起としているので、このままプーチン政権を続けてですね、ウクライナへの圧力、そしてウクライナの反露勢力の批判というところまで進めていきたいと思います。この流れですね。この流れをしっかり作っていきます。あとですね、情報機関の方も現代モッド結構面白そうなのが多いので、ご紹介しておきましょう。暗号解読とかが、オリジナルのハーツオブアイアン方ではあったと思うんですけども、この中では例えばですね、サイバー戦争とかあるんですね。サイバーセキュリティ部門を創設する。あとは産業スパイとかも、まあ、現代っぽいですよね。こういうのも、まあ、ロシアの得意分野なのかなと思うので、民主工場でそれぞれ数字が出てる数を消費してしまうんですが、しっかり投入していきたいなと思ってます。情報機関もしっかりやっていきます。この現代モッドっぽいイベントが一つあったので、中国との共同演習申し込んでみましょう。政治ポイントをね、50使うんですが、まあ政治ポイント余裕ありますのでやっておきます。どうなるか楽しみですね。中国が我々のオファーを、まあつまり合同軍事演習を
受け入れたので、これを行っておきましょう。ベラルーシなんかともやっておきたいですよね。ちょうどベラルーシと合同軍事演習をやった。まあ、そういう報道出てましたよね。あとは軍の方ですが、歩兵を中心になんですけども、大幅に増強しておきたいと思います。まあ、この後も来たるべく、ウクライナ侵攻に備えましょう。そしてだ。いや、この、諜報員ですけど、やっぱり、ロシアといえば、美人スパイによる、まあ、色仕掛けのイメージが多少なりともあるので、この可愛い子ちゃんを、まずは一人目として雇いましょう。モスクワからウクライナ、キエフに潜入させます。キエフの政府高官をこれで骨抜きにしましょう。はい。ベラルーシが上海協力機構、まあ我々の陣営、あるいはそれに近いところに加入してくれたということですね。ベラルーシへの外交が功を奏した形になってます。となると、周辺その他、できるだけ多く味方を取り込みたいので、まあイランとか、この辺りにも外交の使節団送っておきましょう。で、さらに上海協力機構に加わってくれる国をね、増やしていきたいという狙いです。国家方針ですが、プーチンから一個進んでロシアの国益に来ています。この後はですね、グルジア弱体化を狙って、ベラルーシの安心、そしてウクライナへの圧力へと進んでいきたいと思います。まあ、着々とウクライナへの侵攻の準備が進んでいるので、まあ、次回あたりにはですね、このウクライナへの圧力まで進めていきたいかなと思いますが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。